こんにちは。まあ、曲がりなりにも会社を経営してると、まあ、事務や会計ってのは避けられないもんで、まあ、固定費という部分の固定作業ってやつですかね。まあ、たまにあるんですよね。まあ、一段落したんで、ちょっと休憩がてら動画撮るんですけども、まあ、この法人の経営ってのも、1年目にやってる時ってのは分からないことだらけでね、それこそ会計のためのこういったレシートなんてのは、そのまんま顧問の先生にぶち送ってたんですよ。だから非常に手間をかけたと思いますね。今ある程度整理してどうやって受け取ったら顧問の方も楽にできるかなっていうことを考えれるようになったのと、そうなるとね、領収書を受け取った瞬間に分類しようっていう気持ちにもなるわけですよ。つまり先回りして先回りして先回りして、どこまで行っても手間が最小限になるように工夫できるようになったわけですよね。まあ経験から生み出した知恵と言ってもいいでしょう。でも経験しないと知恵にならないようだと人生はすぐ終わっちゃうんで、経験する前にね、いろんな情報を集めてあらかじめ知恵にしておくっていう手はあると思うんですよね。まあ例えばこれから会社をやろうかなって思う人はあんまりいないと思うんですけども、でもその人にできるアドバイスってのはすでに私は結構持ってると思うんですよね。そしてですね、まあ曲がりなりにもね、これもまた子育てをしているとってことになりますけども、まあ、Facebook に写真をあげるからかもしれませんけども、なんかやっぱりね、こういう時久保さんどうしてますみたいな、お悩み相談も結構溜まってきたりとかして返信することになると思いますけども、まあ、子供は急に生まれるわけではなくって、その生まれるための準備や予感ってのがあるわけですよね。具体的に言うと、まあ、お母さんが妊娠して入院して出産するみたいなプロセスがあって、で出産して誕生日がスタートするわけですけども、3ヶ月経ったら3ヶ月になるし、1年経ったら1歳になるし、2年経ったら2歳になる。これは別にいきなり起きることじゃなくって、もうある程度前から予測できるわけですよね。もっと言ったら、そういうふうな未来があることを別に10代や20代の頃からも仮説できるということも言えるんですよ。まあ、ですので高い確率で将来家庭を持つかなとかね、子供を育てるかなって思う人は予習することができるんですよね。まあ、そうなると経験の前に知識や知恵を詰め込んでおくことができるんで、実際その場が来た時に慌てずにいろんな策を打てるってことになると思うんですよ。まあ、だから育児や保育や療育ってものが、なんか教育や学問やね、知恵として残ってるんだろうなって思うわけですよね。まあ子育てを経験したおじいちゃんおばあちゃんに聞くのも一つの手かと思いますけどね。まあその中でね、私はね、独身時代からね、なぜかね、子育ての相談っていうのがあったわけなんですよ。どういうふうに育てたらいいのかなとかね、なんか全然子供が言うこと聞かないんだよ、で結局わからないと人は尋ねる、調べるっていうことになると思いますけども、多分こういうことで手こずるんじゃなかろうかというふうに仮説を立てることによって、もうあらかじめ知識を持っておくってことできると思うんですよ。で結果たくさんの本を読むっていう行動がそこにあったり、最近でしたらブログやね、 YouTube をあらかじめ見ておくってことになるのかなと思うんですよね。本当にね、なんかこの言葉が通じない幼児っていうのは、わーっていうこの言葉が喜びの叫びなのか苦痛の叫びなのか、フラッシュバックって言って3ヶ月前のことをいきなり思い出してわーっと叫んだのか、これ分かりにくいんですよね。客観的には単なるあーなわけなんですよ。でもこの叫びの意味っていうのはいくつかの種類に分かれるんだろうなってことをあらかじめ知ってると、これかなあれかなそれかなっていうふうに、どれなんだろうっていう好奇心に変わるんですよね。で多分こうじゃないかなと思って試して見た結果、それが当たるとやったっていう風なね、こうある意味こう難しい問題を解いた時の快感に変わるっていうんですかね。で言葉が通じないと子供ってのはね、やっぱ気持ちが分かんないなという、そういった考えも分かるんですけども、いやはっきり言ってね、言葉を使いこなす大人の方が厄介なんですよね。勘違いしたり嘘をついたり、まあ厄介ですね。言葉が通じるのに心が通じないというね、こんなことがあるわけですよね。で、知的障害の子供たちと一緒にいたからかもしれませんけども、なんかね、その
伝えることも大切なんだけど、受け取る力量も非常に大事なんだろうなと思って、速稼塾では受信力って言葉があるんですよね。まあ、ツイッターとか使ってみるとすごく顕著なんですよ。今ツイッターのね、講座とかをやってるんですけども、ツイッターって短い文章をポーンと投げて、その文章を受け取った人がさまざまなこう解釈をしないといけないんですよね。今この瞬間出てたこの言葉は多分こういう意味なんじゃなかろうかっていうふうに10通り20通りぐらいに解釈して、前後の文脈を捉えたり、発信した人の性格や前後関係を加味した上で、これなんじゃないかなと思って、その一つの言葉を展開して、同じ言葉なのに、ある時は S にとって、ある時は B にとってっていう風に使い分けると、受信力が深まって、あ、この人は分かってくれてる人だなっていう風な信頼関係が、匿名であっても保てるんではなかろうかと思うんですよね。まあ、そんなことがあってね、ツイッターを通じてのやり取りっていうのも実はね結構あって、で、まあ、久保さんに相談してよかったですからね、その入金いただいたりとかするんですよね。でいよいよ本題なんですけども、月収100万っていうのはねやっぱり難しいなと感じていた時期はありましたよ。私もそれは一部の天才がやることだろうと。まあけど吉谷さんが言われるように、今ね月収100万を作るとしたらどうするって言ったら、いろんな手法があるわけなんですよ、私の手の中には。それはある意味経験して得たことでもありますけども、多くはですね知識として学んだことが元になってますかね。まあ売上かける客数イコール売上みたいなね、あ、単価かける客数イコール売上って、シンプルにこれを教わって、そんな当たり前じゃんと思ったんだけども、それを待てよと思って解析してみたら、あ、こういうことなんだなっていうふうに分かってきたんですよね。で試してみて、体験してみて、実際そうなったから、もう月収100万とかっていうのは狙ってできるなっていう風な気持ちですよね。単純に単価を30万のものを出して3人に売れればいいわけですから、90万になりますよね。で速稼塾を始めた頃っていうのは、最初のねコンテンツっていうのは、速稼塾っていうコンテンツは19万8000円で出してたんですよ。それが週に1本プラスアルファ売れて、毎月4本か5本コンスタントに売れていったんで、月収100万みたいなね、単純な公式で、じゃあ20万円の商品ってのはどういうふうに作ればいいのかなっていうのも、実はこれ知識なんですよね。知識があるから作れて、作った結果体験売ってみてそうなったから、より体験によって知識がすごく強化されるっていう感じですが、その繰り返しによって経験が自信に変わるっていうところありますよね。で経験が自信に変わったから、自分が今度人を教育もできるわけなんですよ。じゃあ売上月収100万欲しいよっていう人がいっぱい現れた時にね、じゃあなたの見込み客って何人いるのと、あなたが何かねツイッターでも YouTube でもブログでも発信した時に何人見てるんですかと、いいねボタン何個押されるんですかっていうことを考えた時に、まあいいねはね10個ぐらい押されますとかね、コメントがたまに入りますっていうぐらいだったら、高額な商品を売るのは難しいなと感じることもできますし、まあけどね、もうフォロワーさんが1万人ぐらいいるんですよ。で反応もそこそこいいんですよって言ったら、じゃあ10万円の商品ちょっと売ってみようかってなるわけですよ。そうなると今度ね、もう一個の知識が必要なんですよ。10万円の商品っていうのはどういうふうに作ればいいんですかと、そもそも10万円の商品買ったことがありませんとかね、じゃあ例えば10万円の商品はこういうふうなものが売れてますよっていうふうなトレンドを出してみるとか、どういった商品が10万円の価値を帯びるのかっていうふうなね、そういったコンテンツの中身ね、コンテンツの中身って言ったら同じ意味なんですけど、コンテンツの中身って意味ですから、でそういったものを作るための学習が始まりますよね。で今となっては10万円の商品っていうのは結構手軽に情報を集めてできるわけなんですよ。それは何でかっていうと、10万円の商品を作ることができない人が圧倒的多数だからなんですよね。じゃあ今度は100万円の商品が何で売れるかっていうと、100万円の商品を作れる人とか、それが売れる人がほとんどいないからなんですよね。だから情報商材の世界っていうのはもうすでに上り詰めた人の独壇場であって、そんな上り詰めた人も一番最初の第一歩っていうのは、麻雀店の親父で300円のゲーム代が回収できずに困っていたやつなんですよね。ですんで、どっからでも山は登りきれるんじゃないかなと思います。どんなところからも登りきれると思うし、表から登っても裏から登ってもいい。ただしどうせ無理と思って山を登るどころかね、靴すら履かない人が大多数で、ずっと山を見つめて綺麗だなと、月収100万綺麗だなと思ってるのはちょっと残念なところですよね。
なんか稼ぎ方って無数にあって、それこそ何を選べばいいか困るぐらいだと思うんですよ。はい、というところで今回もね、稼ぐというテーマでお送りしましたけども、なんかそういうことですよね、吉谷さんね。いってらっしゃい。